しい建物がもうあと少しで、ギザに大博物館ができるので移動してしまって見納めになります。チケットはこのお値段です。ここが入り口のようですね。わあ、見えてきたピンクの建物、綺麗。今入り口に入ったところなんですけど、荷物検査が3回ありました。見てください、こんなにたくさんの人がもうすでにいます。まだオープンして30分ぐらいしか経ってないんですけどね。団体の方がすごいです。あ、2階でね、ツタンカーメンがありますから、まだ行ってみますかね。1番ですか。なんか結構古いね、この、なんか味があるね、この。昔のほら、こんなのとかさ、今まで見たことないようなさ、すごーい。スタンカーメンが来た。黄金です。うわー、ただね、そのまんま、すごーい。こんなの入ってたんだね。あの店がいたい。でも、長い店でもね、日本にも来てたよ。あー、家にね。実は見ました。並んでね、パンダと一緒だったよ。飛行場にある、こうやって飛行場に。飛行場にあって、私撮ります。でもさ、これ津市のあれだってさ、日本のさ、宝物殿にあるのとちょっと近いよね。家が全部コンプラの連絡だったかな。海洋ガーと、ね、海洋市のガーのホテルみたいな、そのこちら。来てたんだね、ツタンカーメン。すごいよね、あのこのスパイクがさ、
画面で遊んでたゲーム。チェスみたいな。夏天南京故事年的历史展示馆，这样吸引。見てネタレさんそんな感じになってんの。メットよりはメトロポリタン美術、メトロポリタン博物館よりはちょっと清潔な。だってエジプトだけだもん、ここは今行ったの。ギザにできる大きな博物館に移動することになっていて、あと1週間ぐらいなのかな、あと何日かかもしれません。私たちラッキーでした。これがね、可愛いんですけど、この中に人間の臓器が入っていて、お風呂に入ってるみたいな形になってます。いつも思うんだけど、本当に古代の人のこういうあのアクセサリーの作品というのは本当にね、現代にも通用する素晴らしいものがありますね。いろんなデザイナーも影響されていると思います。パームルとかね、赤いのもあります。他のね、外国人のツアーもね、皆さんこうやってガイドさんが説明してます。これはだからミイラのイメージじゃない、ぐるぐる巻きになってる。ぐるぐるな巻きミイラのイメージ。これほら、イメージはそうだよね。こういう綺麗な色を残ってるね。ピンク色、多分赤が落ちていったのかな。これはちゃんと綺麗に残ってるね。そうだね。大体ここにジャングルとこう、あのいろんな
あとツヤの家具。髪の毛も残ってます。すごすぎる。本当にちょっと眠ってらっしゃるみたい。わあ、足も。わあ、足かわいいサンダル。どうですか？両方なんかお顔が違うのが分かるし、足にサンダルかリボンか、かわいいのよ。これね、なんだろうと思ったら、アペルスのモザみたい。これの上に寝転んだりして涼しかったのかも。日本と一緒だ。リヤカーというか違う、馬を、あそこに馬を引っ掛けて馬車。あの人が乗ってた。あの方が乗ってたんだ。すごい。すごい大きい木のコフィンです。これはさ、もっと完璧だよね。だってこれ大きいじゃない。もっといっぱいあの欠けてるとこ少ない。これラムセスだよね。なんて書いた？書いた。ラムセス2世っぽいんだしね。ここにあれがあるんじゃない？あのクフの小さいのがあるんじゃない？カセケン行ったからね。ドルウォーってさ、ちょっと目が引っ込んでる奥目な感じなんだよね。綺麗だな、スッとしてる。足が綺麗だし、足がスッとしてね。サッカーに出したんだね。ムってさ、紀元前2649から2130年、だから4600年から4400年ぐらい、下に書いてあるじゃん。
これがクク王です。もうね、これ人差し指ぐらいの大きさ、もう本当に5センチぐらいあるかないかぐらいですよね。この人があのギザの一番大きなピラミッドのクク王の肖像の彫刻。でもこんなちっちゃいのしか残ってないっていうことなんだけど、でもすごく目のとことかさ、ものすごくちっちゃいもん、その米粒みたいなさ細工なんだけど、これを当時石でやったってすごいね。あの2つ目の大きいピラミッドのカプラー王のご親戚たち、ご親戚というか息子さん、息子さん、娘さん、娘さん、ファミリーメンバー、ファミリーメンバー、誰か、この人ファミリーメンバー、これもリレティブス、親戚だって、その方の親戚、この人は書いてないよ。広告の方がさ、広告の方がやっぱもうちょい荒いね。そのほら、例えばツタンカーメンの頃に比べると、あの、メンカウラー王の像です。3体ともあのメンカウラーさんです。3番目のピラミッド、お孫さんのやつ。なんかさ、必ず奥さんみたいな人が隣で、そうだね、ゴデスって書いてある。ゴデスって書いてある。ゴデスハッチャーカプラーさんです。カプラ王の像です。ハンサムですね。あの2番目に大きなあのギザの皆さんにいらした方、今ね、リーダーになった方、名前がないけど綺麗。そしてこの持っているのは香水の瓶だそうですよ。かなり古いものだからね。みんなアンコを持っている、命の永遠の命をみんなぶら下げて、すごいね。綺麗に残ってますね。鼻がすごい高い。これお帽子みたいな感じかな。戦いだね、これはね。初期の像は、書く人、書いてあるのが何か使える人、すごい、スクライブ、すごい有名なんだよね、スクライブ。これも見どころの一つみたいよ。3人でやってるね。綺麗だね。美人で、女の人だよね。男。なんかメイキャップがすごくて、さアイラインがさ、ミサが好きな色で、すごいね、アイライン。私はこんな色は引かないけど、このグリーンのアイラインがさ、素晴らしく美しいわね。写真業界昔の人ってすごいね。あ、子供たちがいるのかな。なんかいい感じだね、これ。小人症の人なの。昔からそういう方もいましたね。でもほら、だから小さいから。そうね、でも奥様がさ、大きいのに、すごい、顔がすごいね。パーパー、日本のさ、日常に近いものがある。オノベイ、ドラグモモ、キテ、アカリ、
この人も休憩してます。中央国時代です。大きな像がね。私とても見たかったんです。総裁で言った。私ブスト女王の顔、やっぱりさ、古代エジプトでただ一人の女性のファラオキング、やっぱり力強い感じだね。だんだん分かってきたよ。この人はハトシェプト女王の義理の息子ステップさん、いろいろあった人だよ。問題の地位がね、地位が高くないから。これもトトリス三世。このさ、美しい石でできてるのかな、ピカピカだね。アラマスターみたいな感じは違うから。アラマスターみたいなね、白い石だよね。博物館の中にいます。博物館の中に猫ちゃんがいる。チタンカーメンのパパです。何ですか、パパ。このガラスのね、棺がこの時代にあるのはもう本当に不思議で、宇宙人からもらったんじゃないかぐらいの話ですってなことで、すごいね。すごい、すごいよね。これはすごい、見たことない。本当に透明なの見たことないよね。初めて。アイロンミュージアム、アクエナ展、一神教を作った。あ、その人の彼の棺。彼はね、すごいね、スペシャルな人で、その当時までの宗教を否定したんだよ。だからほら、スペシャルな人だから自分でスペシャルなの欲しかった。これなんで顔がこんな知ってる？アクエンアテンって後でね、名前を抹殺された。どうしてかと、一神教を信じたから異端だっていうことで、神官がアクエンアテンの部屋です。いたじゃん、あのカラーでさ、ネフェルティティ、同じ人、アテナ天の奥さん、そう、プリンシパルクイーン、そう、ネフェルティティのさ、有名なあのカラーのやつはさ、ベルリン美術館にある。聞いたんですけれど、
这儿一个台阶踩在上面，不在正面照就不一样。对，一定要在中轴线，你我这对，好。哎，好。然后你看这个，我抬起来照着它也矮了。哦，对，就不要了。ピンク色きれいに残ってますね。何どなたかが書いてないです。カバがあまりにちっちゃくてびっくりです。メトロポリタンミュージアムニューヨークのこっちの方が大きいのがあるかもしれない。本物の淡いのがあります。わー、書くんです？そう、そもそもパピルスっていう木を使って紙を作って、こうやって面白く書いてたんですよね。それも何千年も前さ、すごい、わからない。ミュージアムショップでございます。思い出にいろんなものを買っていくんですが、意外と高いんだよね。大きいし重いものはなかなか持って帰れないのでね。本とかなかなか買っていけないのが残念です。じゃじゃん、ちょっとプラスチック防水工場。ちょっとね、ミュージアムショップにしては外で売ってる、ガレージセール的な感じもあるんですよね。質がそんなに良くないんですよね。値段もあれなんですけど、せっかくなので、まあ、ここはいいんですけど、もう気持ちいいものを作ってほしいかな。日本語も売ってる。日本語の本も売ってますね。ですけど。もらってもしょうがないっていう。見たこの値段。ちゃういくら、すごいね。13,000。すごいよ。この今回カイロ博物館3時間たっぷり見まして、ちょっと疲れて今スパークリングウォーター飲んだところです。信号がないところで歩かないといけないのがこの街でちょっと厄介なんです。この辺りたくさんホテルもアパートもあるようです。偶然入ったカフェのメニューです。美味しそうなんだよね。とりあえずレントルスープを飲んでみることにしました。それとこれね、ツナのムースっていうものなんですけど、どうなんでしょう。ロータスラッテっていうのを頼んだら中にキャラメルが入ってました。レントルスープが来ました。いいの来たね。かわいいね、このツナサンドみたいな。どうでしょう、カメラマンさん、お疲れ様です。お味どうですか。いける、パンが柔らかい。ほんと、硬そうなのに。はい、レントルスープもいただいてみます。シャワークリーム、美味しい。あったかくて塩味もちょうどいいです。レントルのお豆の香りがフレッシュです。ケーキも美味しそうなお店でしたね。今気がつきました。ビールもあります。このさ、オフランブルドはないけど、
店です。これは美味しそう。エジプトでもチャイニーズっていうかシンガポールを食べる私たちです。なんか片焼きそば食べてる私たち。ご飯もありますみたいな。こうでも何でも美味しいよねここね。大正解だったね。何でも美味しいし。やったね。7階にジムとプールがあるということで、あ、書いてありますね。ちょっと行ってみます。綺麗ですねこのライト。ここじゃないんだ。あ、外にプールがあるんだ。ちょっと外行ってみましょうか。でもね、わあ、ビューティフォー。これは外のプールですね。これはこんな感じです。お水はどうかな。さすがに冷たいと思うんですけど、ああ、うん、入れないこともないぐらいの温度ですね。入ろうと思えば入れそうです。おしゃれですね。テラスがありました。目の前がナイル川。まだね、朝焼けで煙ってますね。こんな感じです。見ていただいてありがとうございました。またね。 See you next time.